南方33巻は中世の日立国南部に拡挙していた大城支配下の国人たちの総称。実際に33の館があったわけではなく、鹿島、行方領軍に多数の城主がいたことを強調する意味で33という数字が使われたとみられ、南方は近世日立の中心地である水戸から見て、 彼らの所領である、鹿島、行方領軍が南方にあったことから付けられた故障と考えられる。南方33巻の所在した地域鹿島、行方領軍の日立大城系の一族を中心とする、南方33巻と称された諸侯たちは、天正19年2月9日、佐竹氏の大田城に招かれたが、そこで、佐竹義重、義信夫氏により暴殺された。 文書類従第645から647、日立国田島村伝統さんは幸運過去長には、天正19期かのと2月9日、おさたけ大谷生涯の州、鹿島伝父子、神、島崎殿不死、玉造伝父子、中井殿、鎌田殿兄弟、青果殿、小高伝父子、手賀殿兄弟、武田殿、以上16人とあり、吉主 吉野部ぶふに殺害された旧死十六人の名がある。軍書類中大六百四十五から六百四十七、日立国茨城軍六段田村六地蔵寺家古町には、桂林隆はや白全城門天正十九年、かのとう、大上の小川大子、春光全城門号徳一願大上の小川障害、とあり、島崎ふしの記事である。この記事によると、大上の小川とあるので、少なくとも、 島崎市の殺害場所について、上、小川とする。大田と上小川は大きく離れている。南方33艦の国人党首たちを粛清した佐竹氏は、即座に、天正19年2月中旬から3月にかけて、鹿島、行方領軍に出兵し、各拠点を攻撃し制圧した。同時期に、ぬかた城の小野崎ジャオトンを、伊達政宗の下に追い、 同志を没落させたことで、佐竹氏による日立平定が完成した。ありがとうございます。